寒いんだもん。寒いだって。おかしいねかさ。寒いよ。あ、じいちゃん、服を乗ってくる。あ、じいちゃん、服も乗れないんですか。違う違う。朝焼いて歩いてくれ。朝焼いて歩いてくれって、ほんま。皆さんにお聞きどうですか。お聞きいただきます。歩いて、いや一番大きい、あ、一番大きいお揃いですね。毎年え毎年ですか。うん、それはな、みんな伊藤さんやって、はい、やりました。じゃあ2人とも俺はすぎかったもんしの、俺のとこが2人の最初だったんだ。北方でね、次男やるの初めてでさ、でこの時にあの北方集落でやる流れに変えたの。だから、そう、集落でやる流れ作らんかっていうから、いい流れ作ってくる。仕事もしてて大変だってことで、いや、いいんじゃねえの、今回ね、来させてもらうことで、この方がいいわ。正月の時にそのままほら入れ替えできるから、そうなんですよね。この方がありがたい。波やる。なすぐ終わりますよ。いつもあんのめっちゃ。まあ。飲みすぎて髪こってふにゃふにゃだと思う。そうそう。いや、そんな、そんなあれですけどね。そんな。じゃあ、開けます。開けましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。いいね、そうそうね。いや、めでたいことですよ。俺だって、最初の時来た、これ帰ってばっかぐらいの時さ、怒られたんだもん、だって前の日飲みすぎてさ、迎えるなんておらんだよ。びっくりしたっつうよ。まあでも、それあったから俺本当に返しできたからね。もうダメだなと思って。初めだな、お前。だから本当に大晦日飲まなくなったんでね。いや、まあ飲むけど、まあ一杯飲んで、寝て、まあ、7時ぐらいにここにもういるみたいな。いや、1年2回だしな。それぐらいやるよみたいな。俺が経営して飲んでやるからな、みたいな。だから早くこう、飲める人が来てくる。待っとるんですよ、本当に。と思っとったんだよ。いやいや、でもまた今年も本当にお世話になります。ありがとうございます。あっという間だな。本当ですね。すいませんよ。めっちゃ腹減っとるもん。朝一が日本酒です。
ここでここで何も水分入れずに来たんで本当にスキッパーらしい。いや、それぐらいストイックじゃなきゃダメなんだよ青年会じゃそうだよね。そうしてこうならんだろ悪いおっぴょんじゃないですか。全部変わるからね。これ毎年交換するんですね。そう、もらってきてこうやって読んできましたよ。間違いない。これ名前変えてかんと、うん、今年のだかどっちんだか分からんだか分からん。何の意味昔お前人生やったら俺どっちだったかなマジかっつってさ。ど真ん中、真ん中は一番最後がいいな。じゃあこれが、それが欲しい。これが左や、左で、これは東大さんで燃やす。おお、東大さん燃やすのはこれとか、あとこういう松の飾りとか、その全部燃やす。去年のやつと、そうそういうサイクルになってるんです、ね、そう。みんな周りも綺麗にしてくれてな。そうだ。はい。はい。私もよろしくお願いします。ありがとうございます。日頃あんな出てこんからね。